日本の確定死刑囚、首都圏連続不審死事件。不審死事件は、2007年から2009年にかけて発生した連続不審死。木島かなえには他にも多数の愛人がおり、その愛人の何人かも不審死を遂げていることが発覚します。埼玉県警は木島かなえが結婚を装った詐欺を行っていたと断定し、9月25日に木島かなえを詐欺の容疑で逮捕しました。2010年1月までに、木島かなえは7度に及ぶ詐欺などの容疑で再逮捕、詐欺罪などですでに起訴されており、合わせて6度目の起訴となり、10月29日には、東京都青梅市の当時53歳の男性を自殺に見せかけて殺害したとして、警視庁に再逮捕されました。このような大きな犯罪、特に金銭の絡む犯罪では家が貧しかったことが原因となっていることも多いのですが、木島かなえの家柄はどちらかというと裕福な家庭で、子供の時にピアノを習って、